ではちょっと優勝戦振り返っていきたいと思いますけども、展示はですね1フタ36ダッシュ45の並び、本番はいろいろ想定していましたか？そうですね、深くなるなら3コースでもと思ってました。じゃあそのイメージの一つ、3コースの中段からいけた優勝戦。そうですね、いいのいけたと思います。スタートも今晩11ぐらいのスタートいきました。はい、いい感じですね。はい、そこから1マークの判断です。まあ半分しか覗いてないんで、まあ、まくり出しかなと思ってました。でまくり出して入っていって、ちょっとまあ並走するかどうかというところだったんですけど、まあちょっとウィリー負けしそうになったんですけどね、まあなんとか耐えましたね。2マークは先取っていくような形でしたけれども、船足の仕上がり的には池足中心に良かったという船足。そうですね、バランスも取れて、はい、良かったと思います。今日もまた4レースから安定版を使用してと、優勝戦も安定版仕様だったんですが、いい調整ができましたか？そうですね、ゆっくり調整できました。はい、まあ、数値的には 29% しかないモーター41号機ですけれども、結構評価はできる。まあ特別出てるわけではないですけど、まあ負けないぐらいの話はありましたね。これ今年初優勝となりました。ガマゴリは相性いいですね。そうですね、ガマゴリだけなら8点ぐらい取れそうなんですけど、はい、頑張ります。ガマゴーリは4回目の優勝、通算では77回目の優勝を飾ることになりました。あの今年2022年、何か1年通して目標を立てて走っていきますか？いや、とりあえず A 番戻らないと、はい、話にならないので、はい、頑張りたいと思います。あの今節もファンの皆さんがたくさん応援してくれたと思いますので、最後にメッセージをいただきたいと思います。はい、これからもしっかりと頑張ります。優勝しました中岡選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。続いて副賞です。 FM 笑顔杯第50回家康賞、副賞は FM 笑顔のグループ会社であるアーテックで作られたクチル製法のお惣菜の詰め合わせセットでございますので、またご自宅で召し上がっていただきたいと思います。おめでとうございます。